ロード第10節3戦目東京ヤクルトスワローズ。バッターボックスには4番吉田、連続フォアボールでチャンスを広げています。まあここもある程度ボールを見ていってもいいかもしれません。いい当たり落ちた、ヒットになる。サードランナーホームイン、ホークス先制しました。1対0。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがというところですよね。理想通りの攻撃となっています。バッターボックスは8番森。今日はまだ当たりがありません。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。中澤、まずは先頭バッターを打ち取っています。次が3球目。打ちました。山田取って、一塁アウト。バッターは DH 畠山。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まず2球目打ちました。これで3アウト、試合終了。ソフトバンク打ち